肘方武士豊造、肘方武士豊法栄2年7月1日は、伊勢小物藩の第3代藩主、肘方宇治久の三男。母は、松本藩主、水野忠清の娘。子は、だ高、久市長。通称は、聖十郎、主伝女、木助。官位は、十五位下、備中神、市の神。京都に生まれる。慶安3年5月11日。 おじにあたる、第二代藩主、雄高の娘と結婚してその養子に入った。慶安四年九月に、雄高が死去したため、翌朝を元年二月八日に十五歳で家督を、相続した。漢文元年十二月十三日、将軍、徳川家綱に初おまみし、二十八日に、従法した、備中神に助任された。漢文二年四月に初めて小物に入った。 漢文三年十二月には、江戸で、引けし大名として活躍し、将軍、家綱からも表彰された。遠方七年、官職を一の神に改めた。遠方八年に、島戸場藩主、内藤忠勝が、人情事件のために海役に処された際には、雄豊が、戸場城受取役に命じられ、島国戸場へ赴もむいた。天那三年に、飲酒教役を命じられているが、この時、 ハリマアコ藩主、浅野長則が、相方の直司教王役を務めていた。指南役は、キラ義仲であった。この時に浅野と、肘方は親しくなったようで、長則の養子長公は、優豊高の養女と縁組することになる。法永2年7月31日に死去した。去年68、小物の賢承寺に葬られた。法名は通り、大空院伝元宝古巡大湖寺。 家督は、長男、豊高が父に先立って死去していたため、孫の豊かが継いだ。ありがとうございます。